じゃあ1分いきます。はい、決まりました。はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。そしたら早速なんですけど、はい、前回のまずは試合を、振り返ってみて、今振り返ってみてどんな試合だったというか、優勝しないといけないトーナメントだったんですけど、決勝でやってしまったなっていう印象です。1日通してこう自分のプラン通りには進んでいた、はい、あのトーナメントだったんですか。いや、トーナメントだったんで、その怪我とかもなるべくしないようにっていうのを考えてたんですけど、やっぱり1ラウンドじゃ、海斗選手の試合であの手を痛めてしまったので、もうその時点で痛めてしまって、はい、そこは想定外でしたね。その痛めてたものがまたその決勝でちょっとより深刻になってしまったっていう、はい、そうですね。その取らなきゃいけなかったっていうふうな、はい、あの言葉だったと思うんですけど、実際にやっぱりじゃあそれはプレッシャーになってこう気負ってた部分とかは試合の中で特になかったですか。気負いとかはなかったんですけど、やっぱり怪我とかも含めてちゃんと想定しておくべきだったなって思います。今となってはじゃあちょっといい経験ができたというか、そういった部分もありますか。はい、トーナメントはやっぱ経験値がすごい溜まると思ってるので、そこはまあできてよかったなとは思ってます。一番の収穫ってこうトーナメントの収穫はどんなところにあると思いますか。はい、そうですね、まあ、負けたことによってやっぱりもう一回気合が入ったというか、さらにこう頑張っていこうという気持ちが出てきたんですね。この試合が決まるまでの期間というのはどんなことにこう自分、まあ、あの課題を持って取り組んできたかったですか。はい、右がやっぱ打てなかったので、右で最後こう倒すような展開をずっと考えてたんですけど、左でも倒せるような幅を広く持てるような練習をしてきました。武器をまた、引き出しだったりとか武器をこう多く備えてきたっていう。そうですね。そのためになんかこう新しく取り入れたこととかもあったりとかしたんですか。まあ、ちょっと前ぐらいから取り入れてることはあるんですけど、それをしっかり試合で見せないと、意味がないと思ってるんで、次の試合で見せたいです。次の試合はその、まあ、タイ人の選手というところでどんな印象を持ってますか。はい、まあ、なんか見た感じは硬そうだなと、あとは打たれ強そうという印象ですね。もちろん対策もすでに立てているとは思うんですけど、はい、そこら辺は言える範囲でどういったところをこう試合の中でまあ、ファンの方に見てもらいたいというふうに思ってますか。まあ、やっぱみんな蹴りが強い、骨が硬いとか、打たれ強そうって結構言ってるんで、そこは逆に1ラウンドからぶっ倒したいと思ってます。1ラウンド KO を狙っていくところを見てほしい。はい、今回のケーズフェスタっていう舞台に関してはどんな印象を持っていますか。僕がプロデビュー戦をケーズフェスタでやらせていただいたんで、僕はすごい思い入れのある大会です。なんか思い入れのあるところに帰ってきたみたいな感じ。そうです、もう一回ここでバチッと勝って K-1 にちゃんと登っていけるように存在感を出したいです。特にその今回大会の全体でいうと、はい、まあ、他にクルーザー級はありますけど、はい、ベルタは近藤選手の試合だけど、はい、他は軽量級の試合が多いと思うんですけど、はい、その中でこうベルタ級っていうのは
重量級にこの、はい、試合が組まれている、唯一組まれているというところで、はい、見せ場としても期待されている部分があると思うんですけど、はい、そういったところはどういうふうに捉えていますか。やっぱり僕は大きい選手が戦うというのはすごい迫力があると思っているので、うん、僕のこの階級でちょっとでもファンを増やしていって、うん、もっともっと盛り上げたいなと思っています。今年はその、まあ、怪我からの、まあ、負けからの再戦であり、怪我からの復帰戦で、はい、かつその新しい新年一発目の試合だと思うんですけど、はい、そういった部分でどういう気合というか意気込みを今持って、まあ、そうですね、ここでバチッと勝って今年勢いづけて、さらに来年再来年っていう風に K1 の顔になりたいんで、武尊選手以上にこう見せれる試合を頑張りたいと思ってます。今年こう何か目標として掲げてることとかって何かあったりしますか。例えばそのベルハもそうですし、はい、こうまあ、何 KO じゃないですけど、はい、こうなんか目標、具体的な目標とかってあったりしますか。やっぱ今年は負けずに勝っていってこう勢いをつけたくて、であとは僕のこの強さっていうのをもっと見して、僕自身ももっと強くなって同じウェルターの選手たちとこう盛り上げていきたいなって思ってます。まあ、最後にそしたら試合に向けて、はい、一言意気込みをお願いしてもらいたい。ここしっかり勝って来年再来年とさらに格闘技K1 をもっと盛り上げていきたいと思ってるんで、応援のほどよろしくお願いします。